そして自らの誕生日プレゼントへ憂鬱切符で祝えるか、河合萌え今日バースデー6コース、インコースから1番2番3番4番5番6番スタートしました。スロー勢を3人きれいに揃っている、ダッシュ勢はスタート不発だった。さあ内枠勢が出ていく中でまずは大足が逃走態勢、深川の差しがへさきが浮いてここは後退していく、代わって後ろから4番の高橋、6番河合が上がってくる。スタートは前提正常でした、精度は大きく置かれて最後方、1番大足がまずは逃走劇、さあ2番手もう1枚の唯一切符は誰か、4番高橋、外つけ前強襲、3番藤原2マーク、待って刺してくる6番の河合に2番の深川ですが、頭一つやはりその経験値は4番の高橋渥美だ。笑顔で上がってきましたね。良かったです、はいはい、ちょっと風が不安定すぎてちょっと起こして様子見ながら行こうかなって感じでした。それでも行き足はしっかりしてますか？はい、してると思います。ちょっと今日の前半がちょっと合ってなかっただけに後半しっかり合って良かったです。ここまでの船足の推移ですけれども、いいところを一番アピールできるところはどこですか？もう単回りですかね。単回りの押し感がいいと思います。じゃあレース道中はもうストレスなく？はい、もうストレスないです。そうですか。前半がストレスだらけでしたと優勝できるように頑張ります。応援してください。いつも大橋選手はね、サインのところに SAGA サーガというふうに書いてくれますなんか恥ずかしくなってきた書くのが出れるけど入られへんところ、サーガいいところですよね。いいところです。はい、では最後にポーズ取っていただきます。ありがとうございます。大橋選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。